皆さんこんにちは。今回は小麦のことをミニでお送りします。今映っているのは騒動の後、容態が落ち着いてきた一番新しい映像です。毎日通院治療をしていましたが、何があったか見ていただけると幸いです。この日から血小板減少症の薬も再開が決まりました。愛犬小麦は血小板減少症、少しのことでも命に関わる一大事を招きます。体調が良い小麦が注射を痛がるのを見て、注射を一旦やめてみたいと先生に願い出たのが悪夢の始まりでした。このね、ソファーとホームジムが最悪。爪割ったわ。ごめん、朝のツアーそのままだ。ごめんなさい。あ、落ちましたよ。養養食が。今食べているのは、消化器サポートロイヤルカナンと、ヒルスの消化ケア。
チキン&野菜入りシチュー。ここら辺ちょっと備蓄病ですね。あとドクターズケア、ミニオアミノプロテクトケア、エンドウ豆、これです。はい、これも備蓄してありますね。で、犬なごの鹿肉柔らか角煮、同じく犬なごの鹿肉ソーセージ、1本売りですね。これ10本まとまってるのかな。エンドウ豆ケアにはこれを、芭蕉樹か、まあ、細かい方のふりかけをふりかけて食べてます。小麦が来るピラニアか。飛び落ちちゃった。一瞬で飽きるようになっちゃったね。飽きた。えい。見えなくなった。見えなくなった。お腹ついたから見えなくなったよこれ。ぽっ。はい。探してください。え、大丈夫？ギブって。よっよっ。見えてるとダメなんだね。元気になったね、本当に。よかったな。すごいね。パワフル。めっちゃパワフルに探してます。見つからないで終わっちゃった。見つから、あれ見つかった？え、見つか、見つか、あ、あった、あった。つまり飽きるの早くなったね、随分ね。飽きてます。
最後までお付き合いくださりありがとうございました。小麦はこれからも血小板減少症、腎臓の腫瘍と問題は山積みですが、小麦の体調を見ながら捨て活も再開しなくっちゃね。今回はこれにてお別れです。ではまた。